こんにちは、 IT 隙間教室渡辺咲です。今日は前回からの続きで問いの9から16番までを解いていきます。それではご覧ください。問いの9番、外部割り込みの原因となるものはどれか。この問題、キーワードである割り込みには外部割り込みと内部割り込みの2パターンがあります。そもそもこの割り込みとはどういう意味なのかというと、プログラムの実行中に何らかの条件によって他プログラムで動かすことを指します。文字通り外部割り込みとは外部からの割り込みになってくるので、周辺機器、ハードディスクやLANポートなどからプログラム以外が原因で中断することを指します。一方で内部割り込みとは実行中のプログラムによって行われている割り込みで、プログラムエラーだったりが原因で中断することを指します。選択肢を見ていくと、アは0による除算命令の実行ということで、これはプログラムの話になってくるので内部割り込みですよね。なのでアは選択肢から外れます。イ、存在しない命令コードの実行。命令コードもプログラムの話になってくるので異なってきます。ウ、タイマーによる時間経過の通知。このタイマーとは周辺機器によるものと判断されるので、知らなかった方は外部割り込みはタイマーも原因であるということをぜひこの機会に覚えておいてください。なのでウが正解です。え、ページフォルトの発生。ページフォルトとは存在しないデータにアクセスしようとするということなので、こちらも内部割り込みに該当し、選択肢から外れます。問いの10、A から D を手記憶と実行アクセス時間が短い順に並べたものはどれか。この問題、表を見てみるとキャッシュメモリ、手記憶とあり、それごとに項目がありますよね。この問題はキャッシュメモリとメインメモリといわれる手記憶装置、この構造が分かっていれば解ける問題となります。まずはこれらがどのような構造で成り立っているのか図にして解説します。単語ごとが長いので、キャッシュメモリはキャと書いて、手記憶装置はメインメモリとして図解していきたいと思います。よく CPU は、コンピューターの脳みそとか制御装置、演算装置が入っているところみたいな形で言われますが、この CPU がこうデータを見に行きたいとき、初めにキャッシュを見に行きます。ただこのキャッシュに情報がなかったら、メインメモリにデータを見に行くというのが、このメモリの構造となっています。まあ、なんでこんなややこしい構造をとってるかというところは、 IT パスポートのキャッシュとクッキーの回をぜひご覧いただきたいと思います。今回求めるべきものは出記憶の実行アクセス時間となりますので、算出方法を見てみましょう。この実行アクセス時間とは、キャッシュメモリーのヒット率をかけたものにプラスして、メインメモリーは 1- ヒット率で算出されるものとなります。この算出式に基づいて A から D まで求めていきます。まず A の場合は出記憶装置のみとなりますので、15ナノ秒、ナノセカンドで NS と単位は書いていきます。で、15ナノ秒のみとなります。続いて B では、こちらも同様に出記憶装置のみとなっているので30ナノセカンドとなります。続いて C からはですね、キャッシュメモリのアクセス時間も記載されているので、先ほどの式を使っていきましょう。キャッシュメモリの時間は20秒にヒット率が 60% 足す、メインメモリのアクセス時間は70秒かける1-60% となっていくので、このような形で求めることができ、 C は 40NS と求めることができました。 D も同様に解いていきましょう。キャッシュメモリのアクセス時間が10秒、ヒット率は 90%、 そしてメインメモリのアクセス時間は80秒で 1-90% となります。するとこのような形で式を解くことができ、答えは 17NS と回答できます。というわけで、算出できたこれらの回答を小さい順に並べていくと A、D、B、C となり、答えは E が正解となります。問いの11、 96dpi のディスプレイに12ポイントの文字をビットマップで表示したい。正方フォントの縦は何ドットになるか。ここで1ポイントは72分の1インチとする。まず問題文、 96dpi のディスプレイ、この dpi とはドッツパーインチのことを示しています。つまり1インチあたり何個のドット、点々点でこう構成されているのかなというところを単位
としているものです。さて、結構言葉として聞いたことある因地の概念ってどんなものかと言いますと、このように正方形があった時、濃い緑で示しているこの部分を因地の長さ、対角線のこの長さを因地の単位としています。問題文に戻ると 96dpi とは、つまり1インチあたり96ドットあるとなりますよね。さらに1ポイントは72分の1インチとあり、問題文では12ポイントの文字をビットマップで表示するとあるので、単位換算をしていくとこのような形で記述できます。式を整理していくと、1インチあたり96ドッツということは、6分の1インチあたりは96ドッツ ×6 分の1で、答えは16ドッツと求めることができました。なので答えはうが正解となります。問いの12、 3D プリンターの機能の説明として適切なものはどれか。さて、ここで皆さん 3D プリンターってどんなものかイメージつきますか？存在自体は知っていても、なかなかこんなものであるっていうのがイメージつく方はいらっしゃらないかもしれないので、このタイミングで紹介しておくと、 3D プリンターとはこんな機材のものになっていて、立体を実際にこうアウトプットすることができるので、こんな形のものやこんな形のものをこの装置プリンターから出力することができます。さて、そんな 3D プリンターの問題になります。順番に選択肢を見ていきましょう。あ、高温のインチヘッドのピンを感熱紙に押し付けることによって印刷を行う。これ 2D の、話になっているので、あは違います。い、コンピューターグラフィックスを建物、家具など凹凸のある立体物に投影する、投影するものではありませんので、いも×となります。う、熱溶解積層方式などによって立体物を造形する。これはうが正解です。選択肢 A も念のために見ておくと、立体物の形状を感知して 3D データとして出力する。こちら感知して出力するといったところが 3D プリンターとは異なる箇所になってくるので、 A も×となります。問いの13、冗長構成におけるデュアルシステムの説明として適切なものはどれか。冗長という言葉には、無駄みたいな言葉もあったりするんですが、無駄ではありません。設備や装置を複数用意しておくということになります。デュアルシステムとは、デュアルという言葉が二重といった意味になるので、聞いたことある言葉だとデュアルコアプロセッサーなんて言ったりしますよね。クロスチェックしながら処理を進行していくといったものになります。順番に選択肢を見ていきましょう。選択肢 A、 二系統のシステムで並列処理をすることによって性能を上げる方式である。複数とはいえ、並列にすることで処理の性能を上げるということは並列システムの説明になっておりますので、あは×です。い、二系統のシステムの負荷が均等になるように処理を分散する方式である。処理を分散させるために複数の処理を用意するといったことは負荷分散システムの説明となっているので、いも違います。う、原陽系と大気系の2系統のシステムで構成され、原陽系に障害が生じた時に大気系が処理を受け継ぐ方式である。こちらはデュプレックスシステムというまた別の目的のためのシステムになるので、うも異なってきます。え、一つの処理を2系統のシステムで独立に行い、結果を照合する方式である。というわけで、冗長構成におけるデュアルシステムの説明としては絵が正しいので、こちらが正解となります。問い14、図のように1台のサーバー、3台のクライアントおよび2台のプリンターが LAN で接続されている。このシステムはクライアントからの指示に基づいてサーバーにあるデータをプリンターに出力する。各装置の稼働率が表の通りである通り、このシステムの稼働率を表す計算式はどれか。ここでクライアントは3台のうちどれか1台が稼働していればよく、プリンターは2台のうちどちらかが稼働していればよい。問題文を順番に見ていきます。まずは LAN で全てのデバイスがつながっているので、 LAN がこのような形で引かれています。サーバーの役割としては、クライアントからの指示に基づいてサーバーにあるデータをプリンターに出力するとあります。つまりこのような構造で動いていることになっています。また補足として、クライアントは3台のうちどれか1台が稼働していればよく、プリンターもどっちかが稼働していればよいということなので、クライアントとプリンターはそれぞれこのような形で構成されています。このようにどちらかが稼働していればよいというシステムは、
並列処理であるとこう頭を転換させてあげることができるので、並列で計算を行っていくとして、このまま問題を進めていきましょう。並列システムや直列システムの話は稼働率計算パート2の動画でも紹介しているので、そちらも見てみてください。まずはクライアントの処理です。並列処理なので、並列処理は1から非稼働率の積を取ってあげるものがこの並列の求め方となっています。なのでこのように記述することができ、まとめると 1-B の3乗と記述することができます。プリンターも同様に求めることができるので、1から非稼働率の積を取ってあげると 1-C の2乗とすることで、このように求めることができました。ここでサーバーはクライアントとプリンターの処理の仲介にあるので、この分も資産に含めてあげる必要があり、この装置では LAN は常に稼働しているので、稼働率は1として常に 100% 稼働していると見ることができます。図に戻ると、クライアントとプリンターはいずれかが動いていれば処理が可能であるとなっていますが、サーバーが止まってしまうと全ての処理がダウンしてしまいますよね。するとサーバー、クライアント、プリンターはこのように式を直列処理として記述することができ、答えは A が正解となります。問い15、アプリケーションの変更をしていないにもかかわらずサーバーのデータベース応答性能が悪化してきたので、表のような想定原因と特定するための調査項目を検討した。調査項目 C として適切なものはどれか。簡単に言うと、サーバーの応答がなんか重くなってきたので原因を調べようという問題です。順番に想定原因を見ていきましょう。同一サーバーに他のシステムを共存させたことによる負荷の増加、接続クライアント数の増加による通信量の増加、定型検索による膨大な処理時間を要する SQL 分の実行、フラグメンテーションによるディスク IO の増加、データベースバッファの容量の不足。今回はこのうち調査項目 C について選択肢から当てはまるものを選びなさいと言ってますが、このフラグメンテーションとディスク IO という言葉からわからないと思うので解説をしていきます。まずは簡単な方から。ディスク IO とはデータの読み書きのことです。この IO とは何の略かというと、インプットアウトプットの略になります。インプットが読みでアウトプットが書きなので、ディスク IO と記述されています。続いてフラグメンテーションとは断片化とか破片という意味ですが、このサーバーとかデータベース周りの用語で使われる場合はデータの空き容量はあるが、空きが虫食い状態で実際には使用できない状態のことを指しています。例えばここに空っぽのディスクが1000バイトあったとします。ここにですね、ちょっとずつデータを埋めていきます。100バイト、200バイト、100バイトで、そうすると空きが600といった形になってきますよね。ここでですね、200バイト分のデータを削除したとします。この時にですね、こう100バイト同士が詰まってくれたらよかったのですが、詰まらない場合は100バイト空きが200バイト100バイトまたデータ入って600バイト埋まると、まあ飛び飛びな状態になってしまいます。これはですね、実際にはディスクのデータ使えない状態になってしまうといったことを、フラグメンテーションと呼んでいます。さて、言葉が分かったところで実際に選択肢を見ていきましょう。選択肢 A、 遅い処理の特定、これは調査項目でいうと B の SQL 分の、内容になってくるので A は違います。 B、 外的要因の変化、これはアクセスとかシステム負荷みたいな話になってくるので調査項目 A になってきます。なので E も選択肢から外れます。キャッシュメモリのヒット率の調査、こちらも C の内容とは違ってくるので×です。 A、 データの格納状況の確認、これが正しい状況になるので答えは A が正解となります。最後、問い16です。タスクのディスパッチの説明として適切なものはどれか。このディスパッチとは OS が処理の内容や用途に応じて動作の割り当て、制御などを行うことです。常に稼働しているというわけではなくて、割り当てられるまでは制御により稼働待ちであるものを指しています。順番に選択肢を見ていきましょう。選択肢 A、 各タスクの実行順序を決定すること、こちらは順序は決定しないので違います。 E、 実行可能なタスクに対してプロセッサの使用権を割り当てること、割り当てをしているので実は正解は E となります。順番に
選択肢を見ていきましょう。タスクの実行に必要な情報であるコンテキストのこと、まあ、コンテキストという言葉がですね、まあ、ファジーな単語なので問題には不適切かなという感じです。選択肢 A、 一つのプロセッサーで複数のタスクを同時に実行しているかのように見せかける機能のこと。 A は一応問題には沿っていないので違います。問16の答えは選択肢 E が正解となります。今日も過去問お疲れ様でした。過去問シリーズを始めてから1ヶ月が経過しているのですが、皆さんこのシリーズはいかがでしょうか？もしよかったらいいねやコメント欄への感想なども聞かせていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の隙間教室でお会いしましょう。いってらっしゃい。